1番太田の恵美です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、2番大場花です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。3番落とし真理沙です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。4番斉藤清原です。よろしくお願いします。はい、お願いします。5番斉藤美希です。よろしくお願いします。はい、お願いします。6番佐竹真帆です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。7番高松瞳です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。8番時脇翔子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。9番野口由紀です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。10番諸橋様です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。11番今岡アンナです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。1周年だからこの1年間やってきたことを見せる場ではもちろんあるけど、これからのための方が大きいんじゃないかなって。でも今回11人で迎えることになってしまったし、前だけどね。もうね、2セット置いておくから、もうどっちに行っても取れるようにしちゃうから。ありがとうございます。じゃあ、続いていきましょうか。じゃあ大丈夫だ。一回映像からいきます、ね、お願いします。今日でデビューから1年が経ったんですが、1年経ったなって素直に思えたっていうか、なんかすごい濃かったし、嬉しいことも辛いこともたくさんあったけど、これからも12人で頑張っていきたいなって思えた朝でした。でもマイカもきっと見守ってくれていると思う。さっきも LINE で頑張ってねって送ってくれたので、基本みんなすぐ泣くのであんなにそこは成長しないのかなって思うんですけど、まあでも、なんだろう、ただ泣くっていうだけじゃなくて、こう次につなげて、なんだろう、その気持ちをメンバーに話したりできるようになったり、マイカがいないイコールラブをなんかどれくらいちゃんとイコールラブとして見せれるかっていうのをすごい大事だなって思って、
やっぱり引っ張っていってくれてた部分もあったし、私にとってもこう瞳とマイカが右腕左腕になるからってすごい最初から言ってくれてたから、そこで曖昧なパフォーマンスしちゃうとマイカも帰ってきづらいし、マイカがいなくなっちゃったらやだ。いなくなる。はい、お願いします。はい、2番大葉花です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、3番落とし丸さです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、4番斉藤キアラです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、5番斉藤なぎさです、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、7番佐竹桃子です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、8番高松ひとみです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、9番竹脇翔子です、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、10番野口由美です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、11番諸橋様です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、12番今本アナです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。
緊張する。不安の方が大きい感じです。MC も緊張しますし、踊るのも緊張する。ずっと会ってないファンの方とかメンバーとそれこそダンスするのももう何ヶ月ぶりかって感じなので、そこはやっぱり緊張します。心配かけてしまったっていうのが一番大きいと思うので、一人一人と一対一で話す時間を作って、迷惑かけてごめんねっていう話を、それぞれその言いたいことを言ってくれたし、なんかどういう気持ちだったのかとか、その私がどういう気持ちだったのかとかお互い話せたので、みんなよくできた人間で優しくて、お知らせしたいことがあります。
お休みをいただいていました、佐々木舞香ですが、活動を再開することが決定しました。今日はその舞香本人から皆さんにご挨拶させてください。今日は私からちょっとお手紙を書いてきたので聞いてください。応援してくださっている皆さんへ、長い間お休みをいただいて皆さんにご迷惑とご心配をおかけしたこと本当にすみません。急に皆さんの前に現れたことでびっくりされた方もいると思いますが、わー久しぶりの佐々木だって思ってくれてる方もいるのかなと思います。今日は少しの間ですが、みんなと一緒にステージに立てることに感謝しながら、この時間を大切に過ごしたいと思います。今日は来てくださって本当にありがとうございます。はい、ということでですね、皆さん本当に今日までお待たせいたしました、これからまた12人で新たな気持ちでスタートしていきます。これからもイコールラブの応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではね、舞香も戻ってきたということで、はい、最後の最後にあの一曲を、まだまだ声出せますよね皆さん。